テレビ付きにも。でもめっちゃ怖いやろ、自衛隊のあれさ。怖い、怖いっす。じゃあ、行きましょう。1番。地球の自転の動きと公転の動き。宇宙は左回りですから、それちょっと覚えておいてください。公転でも自転でもですね、覚え方、宇宙は左回りです。だから、例えば地球がこうやって、どっち自転するか左回りだから、こう、こう、こう、左回り。公転も左回りです。公転も左回りですね。こうですね。はい。で、大体この図の書き方で決まってることが一つあります。太陽がここに、あ、逆に傾けちゃう。ちょっと待った。普通こっちが多いけんね。縮むと逆に傾けちゃうね。これはちょっとね、技ですよ、技。はい。ちゃんと出さよ。だから、左回りの、これはいいね。これはいいでしょ、左回りの方。ただ、地軸は傾きが逆なのはですね、俺たちどっち半球にいますか、北ですか、南ですか。北半球。まあね、日本の学生ですから、日本の北半球で考えるわけですね。そうすると、地軸、北極点と言いますけど、地軸でいいです。地軸は太陽の方に傾いているのが夏です。夏至。地軸が太陽の方に傾いてる。要するに北半球は太陽に近い、ね。もっと正式な説明方の仕方をすると、こう赤道を描くでしょ。で、これ太陽から照らしてる方向をこうまっすぐ下ろすでしょ。そしたら北半球が太陽に照らされてる面積ってこうなんですよ。もっとでっかく描くと、こうなっちゃうでしょ。で、太陽がこう照らしよったら、北半球照らされてる範囲ってここなんですよ。こっちからこっちが明るいね。北半球がこんな面積たくさん照らされてて、南半球ってこれしか照らされてない。だから北半球が夏の時南半球冬なんですよ。でしょ？太陽照らされてる面積が全然違うでしょ？ね？地軸が傾いてなかったら、こんなこと起こりませんね。地軸が太陽に対してまっすぐだったら北半球も南半球も平等に面積に照らされてるわけだから四季の変化がない。だから地軸は傾いてるから四季の変化があるというのはこういった意味です。で、こっち側ね、地軸がこっち側にこう逃げてる、北半球向こうに逃げてるということは、いいですか、赤道がこうなってまして、ほんで、太陽がこっち照らしてます。こうですね。そうすると、北半球の面積、こんな狭いです。こっち側だけ明るいんで、今度は南半球が広い。ということで、これが冬至になります。地軸の傾き方っていうのはですね、今ここに書いてあるように、普通こっち側の圧倒的に多いけど、こっちに傾くても問題を作ることもできる。だから、こればっかり勉強していて、右が冬で左が夏だとかいう覚え方するとアウトですね。こっちもあるんで、つまり北半球、地軸が太陽に傾いてる、こいつが夏至。こいつが夏至。で、こいつが冬至。というわけです。で、あとはじゃあ春と秋はどうするかってことなんやけど、左回りなんで、冬の後に春が来て、で、夏の後に秋が来るということなんですね。同じです。夏の後に秋が来て、冬の後に春が来ると。まだ2月までしっかり寒いらしいんだよね、今年は。ほんと早く暖かくなってほしいんですけど、ですね。はい、ということでした。で、今こっちなんで、もうこっち消しますけどいいですか？考え方分かりましたか？大丈夫ですか？でですね、今前言いましたように、佐賀のある塾の塾長がこの話がすごい得意な人がいて、
読んで授業してもらったことがあるんだけど、人の授業って勉強になりますね、こっちもね。あ、こういう教え方するんだみたいな。理科ってね、好きな人ってものすごい簡単に好きなんですよ。塾全体が本当ガリレオの実験室みたいな感じですね。いろんな実験道具がある教室やったりする。この先生、社会あんまり知らんなと思いましたけど、理科はものすごい幸せだねって感じね。はい、サソリに刺されていて、サソリ座いてた弟子ね、魚をペガス、魚座とペガスが週の秋ね。あ、これ、あら、ちょっと待った、オリオン、ごめん、オリオンですね。はい、オリオンですね。オリオン双子が冬です。もうちょっとね、今日焦ってるんです、朝から時間がなくて、すいません、遅れてしまって、本当にいつもよりもっと遅れて。はい、獅子乙女ですね。大体2つずつ覚えちゃったりするってことなんですけど、さあ行きましょう。1月頃の地球列として適当なものなんですね。じゃあ1月って季節は冬ですよね。今1月冬ですね。じゃあ冬はオリオンが見えるんですけど、真夜中にね。はい、地球でいうと B ですよってことです。もう一回行きましょう。光天の向きは左回りです。地球は左回転しています。ね、自転も公転も左回りです。そして冬はこいつです。1月は冬だから B ですということです。日没後、さあここなんですよ勝負。3番丸つけてください。日没直後、夕方ですね。南の空にオリオンが見える。ここですよ、ここ。この説明よく聞いてくださいね。はい。例えばですね、こういう斜めになって、見取り図みたいなやつなんで、上から見た図を必ず書くようにしてください。で、こういうふうにします。例えば、ここの春分の時ね。春分の時。はい。で、こいつって日の出ですか日の入りですか。左回りですからね。ここはどっちとも、ここの地点は日の出か日の入りか。これが夜でしょ、これが昼でしょ。夜から昼になるよ、やろ、いよいよ分かる。こう矢印向き考えたら夜が昼になるようでしょ。だからここは日の出なの。日の出ってぶっちゃけて朝6時になったの、考え方。で、こっちが日の入りで、昼が夜になるようにね、日の入り、夕方6時です。ですか？で、あと一つ考え方、日の出と日の入りの考え方分かりました？で、ここはもちろん真昼よね。昼の12時、ここは夜の12時。朝の6時、昼の12時、夕方の6時、夜の12時ってことになってます、基本的に。ですか？あと一つ大事な考え方、これ一番大事。地球から見て放射線上に線を出してください。これが全部南です。これ全部南の方向です。全部南です。南です。あ、そうか。これ南です。ですね。あら、あら、あら、あとどっか。ありましたよ。よいしょ。はい。ね。南なんです。これ全部放射線上南なんです。ということは、ぶっちゃけて言うとですね、こいつが答えなんですけど、夕方でしょ？日没後直後って言ったら夕方なんですよ。日没直後。ね、夕方、南の空にオリオンが見える。これがここにあると考えてくださいよ。今こんなとこ書きましたけどね。で、こっち側にオリオンが見える。夕方南の空にオリオンが見える。つまりここ春分の日の話だから C が正解ですよってことです。ですか？ちょっとこれは練習しましょうか。ですね、これ全部ここに書いてある星座は真夜中に見える星座なんです。真夜中に見える星座
例えばここをこういうふうに地球儀を描くと真夜中に南中するサソリ、真夜中にサソリが南中する、夏はね、ということなんだ。いいですか。じゃあ例えばですよ、ここの星座で考えましょう。この星座で考えましょう。この星座で明け方東の空に見えるのは何という星座でしょう。今地球が BCDA の位置にあるとき、地球が A の位置にあるとき、明け方ですね、明け方東の空に見える星座をちょっと考えてみます。さあどうぞ、明け方東の空に見える星座をどこでしょう。やってるかな、やってるかな。小林君、体調不良。映してしまった。合ってないやろ。そうですね、合ってない。それだけね。大事なんですよ。素晴らしい。そこでね、疑われるけどね、そこが原因でもね、合ってないやつが一番大事なんです。合ってたらね、いろいろ何言われるか。いきますよ。夕方ってどっちですか。これ左に変えてるんでしょ。夕方って右ですか、左ですか。どっち。分かるんですか。昼から夜になる音ですよ、夕方に、ね、白から黒ですよ。大丈夫、こっちよね、こっち夕方。さあ東の空って何ですか。さっき言ったように南が分かったら東西南北全部分かるわけ。大事なのは放射線が南だということです。外に向かって垂直に行くのが南なんです。ということは10度にこっちが北でしょ。南が分かったら北分かるでしょ。北が分かったら東ってこっちじゃないですか。ね、はい。というわけで夕方東の空はなんとペガススなんです。そういうことです。南、北、東、この問題は練習しとったらいいですよ。どこでも出せるように。どこが南になる。全部放射線でしょ。これ放射線でしょ。なんか人が出したらその後の中心から外に向かってずっとこう出ていく放射線上質の言い方は悪かったかな。とにかくこれこう この方向です。なんで垂直、これから見てまっすぐこっち、まっすぐこっちが全部南ね。いいですか。だからまず夕方の場所を探さないかんたい。夕方の場所が分からなかったら話が全然先進まんでしょ。夕方の場所を探しました。南の空って言われたらサソリなんですよ。いや、サソリ斜めになっちゃうじゃないですかって思うでしょ。ところがこれ紙の紙面上の問題があって何万光年って先にあるわけですから、本当はもうずっと向こうにあるわけですよ。だからちょっとこんくらいになったところでこう斜めになったりしないです。無限に遠かったら平行ですから。いや、分かりますか。近かったらこういうふうに斜めに確かになるでしょう。ところがこれ無限に遠かったらこうなるでしょう。わかる。星の世界っていうのはもうものすごく距離が遠いわけですからね。1秒間で30万キロメーターですよ。地球7周りは30万キロメーター、1秒間で光が進む。それが何日でもすごいのに何万年光が進んでやっと届くって言ったらね、無限に遠いところにあるわけですから。だからこんなせこい斜めとか気にしなくて方向だけでいい、どっち方向かだけでいい。ですからもう一回いきますよ。この A の地点にある地球があるとき、日の入り夕方ね、夕方東の空、こっちが南やったら北、東、西なんです。
で逆に夕方西の空って言われたら獅子座、こっち方向ではね獅子。ちょっと分かりましたか。また一個実験しましょうか。じゃあ D にあるとき、 D にあるとき、 D にあるとき、明け方西の空、どうぞ。明け方西の空、こいつです。 D にあるとき、明け方西の空に見える星座は何でしょう。明け方西の空、明け方ってどっちですか、上ですか下ですか。明け方どっち、上下どっち。上よね。大丈夫、理解できちゃう。あ、よかった。はい、明け方、夜から日々やね。でこっちでしょ。とにかく左回転っていうのが大事なんよ。地球は左回りなんで、だからそれが一番大事なんです。明け方とか夕方を反対するのは。そして太陽から照らされた方が昼で、太陽から反対側が夜でしょ。夜と昼を反対するでしょ。回転方向を決めるでしょ。そしたら夜から昼になるように、明け方ってここなんです。ここ明け方で、しつこいですけどこっちが南なんです。まず南を決める。ただ自動的にこっちが北です。北から見て右側が東、こっちが東で、こっちが西です。だから明け方西の空と言われたら指せるですよということ。わかりました。大丈夫。実はこれ真夜中南の空と明け方西の空と同じ方向、別に関係ない、同じ方向でも何でも関係ない。さあ、悩んでるよ。なんで南が上側に行ったらいいけどさ、やったり、やったりな。いや、ダメですね。人立たして、その頭方向で、ね、あ、言ってんだよ。南中っていうのは分かります。太陽が一番昇った時って南の空で、こうでしょ。でそれが内身をしたら、ね、人何百やったらしい。一応いいですか。溶けるようになっちゃってもらったんだけど、とりあえずいいです。はい、あとゆっくり研究してもらって大丈夫なんで、まずは入りましょう。まずは入りましょう。先に今の理解はできましたか。とりあえずできません。何があなたを操作しちゃうんですかね。意味を持たせようとしようけないですか。なんか、そうそう、もう実際その方向はこれで間違いないんですよ。それはまあ実証するのが後で実証してもらっているんで、南とか、南が決まれば北が決まって東も西も決まりますからね。だからまず日の出と日の入りを判断してくださいということ。日の出と日の入りを判断したら、あとは東西南北は自由に自分で見つけることができるんで、いいですか。もうこれしかないんですよ、差がつくところ。この辺みんな3番ができないです、ほとんど。はい、次ですね。獅子座を見ることができない地球の位置、獅子座。これでしょ。これ見ることができない地球の位置 A です。なぜかというとですね、こうちょっと書きましょうか。あ、こう書いちゃうね。ですね、星って夜しか見えないですよ。
昼は太陽の光が非常に強いですから、太陽の光で隠れて、昼ももちろん星輝いてるんですよ。けど圧倒的に太陽の光が多いので、もうもちろん小さな星の光ってもう見えないんですね。じゃあ星を見ることができるって夜しかないですね。で、こっち側のどこの位置にいても、正反対のここは見えないんです。で、何が言いたいかというと、こうあって、例えばですね、ここにいる人って、これの接線方向のこっちしか見えないんです。これが地平線、水平線なんです。地平線、水平線の下の星とか見えるわけないでしょ。ですか？真夜中の人はもっとこう、もっとな こっち側の星とか見えるわけないんです。こっち側にある星しか見えないですね。だからギリギリですよ。夕方からやっと星が見え始めたとしてもここなんですよ。こっち側、基本的に。だから正反対にある獅子座は見えませんという形になります。いいですかね、大丈夫ですかね。はい、だから獅子座が見えない位置は A ですよということになります。日本で太陽の南極度が最も高い、はい、日本でだから北半球でしょ。日本で太陽の南極度が最も高い地球の位置、つまり夏至ですよね。太陽の南極度が最も高いというところをマーカーで見てください。夏至です。夏至、夏至の時が太陽南中ことが一番高い。じゃあ夏至はどこですかっていうことなんで、夏至は D ですよってこと。もう一回ざっくり復習しますからね。1番から見てください、地球との自転の向きと公転の向き、宇宙は左回りですよってことです。だから左回転の方向を慎重に考えてください。左回りってこっちです。これが左回り、右回りがこっち、左回りがこっちですね。時点もこれ左回りです。ですか？だからここで言うと、あとうというのが左回りですよってことですね。OK ですか？次です。1月頃、つまり冬ですね。冬、四季ね。春夏秋冬はどこですかって言われたら、北半球で、とにかく地軸を考えて、地軸が太陽の方に傾いている方が夏、太陽から遠ざかっている方が冬。北極点って説明する先生も申し訳ない。北極点ってここよね、ここ。地軸の一番この北極点。北極点が太陽に近いところが夏、北半球は夏で、北極点が太陽から一番遠いところが冬だというふうに言ってます。どっちでもいいです。ですね。で、夏と冬が分かったら左回りですから、夏、秋、冬、春、春、夏、秋、冬、夏ですね。それで季節、四季が分かりますということです。はい、だから夏至は何ですか。で、3番が一番勝負でした。日没直後、つまり夕方南の空にオリオン座、夕方南の空にオリオン座ですね。ではどれかと言いますと、答え C だったんですけど、夕方を探して南の空へと一番分かりやすいです。それはこれが全部南の方向なんですですね。この地点の南はこっち、この地点の南はこっち、この地点の南はこっち、この地点の南はこっち。いいですか。だから夕方南の空、こっち側に見えるのってオリオン座ですよということになりますね。だから逆にオリオンが日没直後、夕方南の空に見える位置は C ですよ。例えばこっち見てください。これ明け方なんです。明け方南の空に見えるのがオリオンなんです。この位置にあるときはここが明け方ね。日の出って言っても日の入り夕方同じこと言います。明け方南の空に見えるのがオリオンですね。例えばこれ夕方南の空に見える、この位置だったらよ、夕方南の空って言うとサソリですね。サソリが見えますということです。はい、獅子座を見ることができない。獅子座がここにあるとしたら正反対の位置にある。
獅子座のすぐ近くにある地球と正反対の位置にあるところに地球があったら獅子座は見えません。さっき言いました、こういった理由でこっからこっち側しか星しか見えない、こっち側の正反対の星は見えないんです、位置的に。だから獅子座が見えないのはここですね。例えばサソリが見えないのって ABC ってどこでしょう。サソリが見えないのは B でしょ。ですか、反応も頭朝から働いてますか、大丈夫ですか、ですか。はい、で次いきますよ。太陽の南極度が最も高いと言われたら、太陽の南極度が一番高いのは夏至ですね。じゃあちょっとせっかくこういう問題が出たので、南中高度の計算の公式を相手のところにバッチリ書いておいてください。南中高度の計算公式です。南中高度はどういうふうに計算するかというと、はい、夏至冬至、あ、春分秋分から書こう。秋分と秋分、南中高度一緒です。春分、秋分、夏至、冬至、ね、春分、秋分は90度マイナスその地点の緯度、例えば飯塚が北緯、例えば30度とかいったら そのことです。北緯ですよ、北半球と北緯です。南半球とは南緯。南中高度は90マイナス2度ですね。春分秋分はなぜかというと、春分秋分は地軸が太陽に対して傾いてません。そんなことあるかっていう話ですけど、皆さん自分が太陽と思ってますね、自分が太陽。ね。これってみんなに対して傾いてない。これ傾いてないら誰でも分かるでしょ。こっち方向に傾いても、みんなに対して傾いてない。みんなに対して平行ない。ところが、こうなったら傾いてる。地軸が近づいてきたでしょ。こうなったら遠ざかっちゃうでしょ。いや、わかりますか？こういうふうになってる、こういうふうになってると、皆さんに対して傾いてる。こっち方向だったら傾いてないです。横になってるだけであって、平行は平行なんです。皆さんと対して。いいですか？こうなったら傾いてます。これ太陽。こうなったら傾いてます。こうなったら傾いてます。こうなったら傾いてないですよということを言ってる。わかりますか？大丈夫ですか？いいですか？じゃあ、夏至はどうなるかというと、90度マイナス移動で、南中高度が高くなるんで、プラス 23.4、プラス 23.4。プラス 23.5。 冬は南中高度が高くなるよねって話ですよね。冬って南中高度高くなるでしょ、だからプラスなんですよ。あ、ごめん、失礼。夏って南中高度高くなるからプラスなんですね。冬は90度マイナス2度、はい、冬はマイナス23と言うんです。冬って太陽が斜めから差してきますからね。もう話したいこといっぱいあるんですけど、南中高度が高いとなんで暑いかって話。いいですか？例えば南中高度が高い時ですね。これだけの幅で光が当たってきてるとします。南中高度が高いとき、大きいときは、例えばこの面積を照らすのに光って、まあ、これだけの光が来るわけね。南中高度が低いとき、同じ面積、この面積を照らすのに光ってこの幅しかない。すごいでしょ、理科って本当に理論的ですよね。要するに懐中電灯、上から照らしたら丸小さいけど明るいでしょ、斜めに照らしたら広いけど暗いんや。その理由がこれなんです。同じ面積を照らす光の量が圧倒的に違うんです。同じ面積値条件されたらダメよ。
同じ面積を照らすとき、南中高度が高いほど光の量が、この光の幅ね、垂直でいくとこの光の幅はここまで来るわけです。冬は斜めから照らすんで、たったこれだけの幅がこう斜めにこう広がってるだけであって、光の量自体が少ない。だから冬は寒いんです。太陽の光の量が少ないんです。ですね。いやね、本当に俺つくづく思うんやけど、なんちゅうかね、義務教育の内容ってね、ものすごいいいんですよ。その一般常識の雨嵐なんでね、公民にしろ何にしろ、社会に出た時に絶対にもう、あんたよしっとねって言ってもらえるのが中学校の知識なんです。ただもう今まで勉強しなかった人は卒業するまでに入試通る通らんももちろんあるんですけど、社会に出て一般常識ある人かどうかっていうね、それをもう一般常識ある人になってほしいから、あんたこれも知らんとねとかなるよりも、よしとねって言われた方が信頼得られる、仕事もうまくいく。いいですか。はい、ということで、これ全部じゃあ 23.4 度ってどっから来たかって話なんですけど、実は、地球って地軸傾けたまま太陽の周りをこう公転してるわけですね。だから公転面っていうのは、公転面って何ですかというと、ある平面のところに地球があると考えてこう回ってる、これが公転面とすると、要するにこんな風になってないってことです。ここなんか上に行ったり下に行ったりしながら回ってるんじゃなくて、ある一定の平面の上を回ってるように思われる。でそれを公転面というんですけど、地軸は公転面に対して 66.6 度傾いている。 23.4 の正体は何かというと、これ水線引くね、ここが 23.4 なんです。で実は 23.4 度というのは北回帰線南回帰線といって、太陽って季節によって動くわけですね。まあまあ、こういうふうにこうありますね。アフリカがあって、日本もこんなとこありまして、アメリカがあってみたいなのあるでしょ。で赤道があるじゃないですか、例えばね。で、太陽ってずっと赤道のところを通るわけじゃなくて、北にずれたり南にずれたりするんですね。で、ちょうど北緯 23.4 度、から南緯 23.4 度、この範囲を動くと言われています、太陽は。ここからこの間を行ったり来たりしているという。これが北回帰線、南回帰線と言われると。北回帰線。これより上では太陽行かない。ギリギリ太陽が登ってきたところがここです。で、またこちらにこう下がってくるんですね。南海です。これ全部地軸が傾いていることに関係しますということになります。いいですか？はい、とにかくしっかり説明しますので、皆さん復習は自分でお願いしますね。いいですか。さあ、あと2年です。あと2年分残ってますので、いきましょう。28年、2年目を受けてください。ちょっとね、前はみんなから質問を受け付けてましたけど、今はですね、全部説明するようにしてるんで。はい、28年の仙台福岡です。いいですか、いきますよ。はい、皮脂植物ですね。草子葉類というところも赤で塗ってください。草子葉類の根茎子葉ですね。はい、草子葉類、手根と側根でしたね。で、茎はいかんとか輪状に並んでいる。はい、答えのところだけ真赤で塗ってください。で、草子葉ですから当たり前ですけど、子葉は2枚になります。葉っぱは2枚です。ですね、次ですね、合弁花類ですね。積み上げられる植物の中で合弁花類はどれですかと書いてあるので、合弁花類マーカーに塗ってください。
はい、ゴールデンカルマーカーで塗りましょう。朝顔、ツツジ、タンポポです。はい。朝顔、ツツジ、タンポポです。いいですか？代表です、代表。で、タンポポって実は、一枚一枚葉っぱが分かれてるように、タンポポの花見たことあります？なんか黄色い花がこうありますよね。花びらがいっぱい集まっちゃう見えるでしょ？ね？だからリベンカみたいに感じるわけ。一個一個抜いたら。ところが、タンポポはなんでゴーメンカかというと、あのちびっちゃい一枚の葉っぱを取ったときに、あの一枚の葉っぱがこんな風になってるわけね。こうあって、中等があって、こうあって、ここに、約まあおしべがこうありまして、でここに子房がこうあって、萼があって、ここに葉っぱがあるわけです。この葉っぱが実は小さい5枚の葉っぱでできてるんですよ。こいつが、ここが合面から。でこういう花びらがいっぱいですね、刺さってるんですよ。それ見たらリベンカみたいに見えるですか。タンポポの花ってこういう黄色いのがいっぱい刺さってるわけで、一枚一枚取れるからリベンカみたいに見える。ところが一枚取った花びらをよく見ると、ここがくっついてるわけですですね。だからタンポポは合面花の中に入ってるんですということですですね。タンポポ、こいつが萼です。花びらを支えてます。こいつが子房です。ここはメシベール、ここは中東で出ますね。中東タンポポは時々この絵がよく出るんで、絵をしっかり覚えちゃったらいいと思います。いいですか。はい、どんどん行きましょう。その次ですね。五分、なんだ五分、五分って何？五分くらいを取らせてくれる。ああ、だからその朝ごついタンポポを選んだらそれで終わりか。ね、それ記号で答えなさいでした。ごめんなさい。はい、次松行きましょう。松。松はですね、松の話をするとき自然の摂理っていうのをよく思うんですけど、やっぱり女の子の方が偉いんですよ。男はね、こう見たら分かるんですけど、女の人って上にいるわけ。目鼻。ね。今目鼻です。男見てください。下で支えてるわけです。目鼻。もうおしべとめしべって言ったらもっと分かるよ。こう真ん中にあって、めしべをドンって言うでしょ。その周りをおしべで支えてるでしょ。守っちゃうでしょ。ね、これは自然の摂理です。はい、男はこんなもんですから。はい、ですか。男は下で頑張れって言って支えてるわけです。ね、女の人はもう真ん中でドンってこう目立ってるわけです。ほんで、これこう来まして、こう来まして、ここにプッカみたいにあるのが、こいつが胚子です。こいつですね。これでこうなってて、もうなんかざっくりで申し訳ないですけど、こいつが、昔は薬で教えてましたけど、松の時だけが花粉のように入りました。これがね、こいつは薬なんです、いまだに。それが俺よくわからん。花粉のになりましたね。はい、まあこれを鱗片と言いますね。鱗片と言いますが、これギザギザ、外から見たらギザギザみたいに見えるんですが、一枚一枚剥がしたらこんなのが集まっているということになります。裸子植物の特徴ですよね。脂肪がなくて胚子がむき出しになっているね、裸子植物の特徴です。いいですか。今雌花から取りました。ラージ A は鱗片と言います。雌花の鱗片ですね。B が胚子ですということですね。
イラストの中に書いていってください。イラストの中に当ててみて。ですか ？A が鱗片、B が廃酒ですね。はい、C も鱗片です。小鼻の鱗片です。で、D が花粉脳になってますもんね。で、本当に近畿の理科は簡単で、花粉が入ってるどこですかって、D に決まっちゃうでしょ。花粉のせいでしょ。で、こんなん知らんで落ちたらもう、それはもう、自分の実力がなかったと思って、すいませんでしたって、謝りに帰るか。ろくに勉強せんで受けてごめんなさいとか言う。採点の手元の人にすいませんとか言う。ね。かっこよくないですか？全問正解で。採点しなくていいですよ。全部合ってますから。大きい丸一つつけちゃってください。すみません、皆さんお忙しいでしょ？手間取らせてすみませんね。はい、僕、間違いませんから。ドクター X かお前みたいな。私、失敗しませんから。すげえ人がいます。はい。じゃあ、2枚いきましょう。種子を作らない植物として、シダ植物と苔植物を挙げられます。ね、胞子で増えますからね。はい、両者の違い、ね。シダ植物と苔植物マーカーで塗ってください。違いは何ですかと言われたら、根、茎、葉の区別がある。ね。はい。いいですか。両者とも元素分で作られた胞子が発芽する。ね。両者の違いについて正しく読めた文章は丸、誤っている文章には×を、回答しなさいというわけで、ネイクアの区別があるのが下植物で、区別がないのが苔植物、これも正しいんですよ。アも正しい、イも正しい。あ、マーカーで塗ってください、文章全体。これが下と苔の大特徴ですからね。ネイクアの区別があるのが下植物、区別がないのが苔植物。ただし、シダ植物でちょっと伝えたいことがあります。それは何かと言いますと、地下茎っていうのがあるんですね。こうなってまして、まあ、ここからこう植物が上に生えていてね。で、まあ、ここにこう葉っぱがこんな風にこうあります。こういうね。で、実は、これ根じゃないですね。こいつ茎なんですよ。で、地下に潜ってる茎なので地下茎と呼ばれています。地下茎、ね、地下にある茎なんです。根はこいつなんです。こいつが根なんです。これ時々引っ掛け問題でこれが根って書いてあって間違えてる。まあもちろんここは茎なんですけどね。こいつが茎なんです。ですか。ちゃんと根があるんです。根があるということは根から吸収した水を運ぶ胃管束が発達しているということでしょ。ね、根で水吸収したら運ばないかんですから、導管とか歯管がありますよということなんでね。いいですか。胃管束がありますよということです。いいですか。はい、次。苔植物では胃管束が発達していない。だって根がないわけですから、苔植物の根は、カトンと言われる根でしたね。例えば、まあ、このゼニゴケをこう例にとると確かにこう根らしきものがあるんですけど、これは仮根、カコンと言われるやつで、形状は根ですけど、これは体を固定するという働きしかないですね。ここから、ね、水を吸収することはしない。なぜかというと苔が生えているところって水が非常に多いですよね。水が少ないからこそ根が発達するわけでしょ。地下の中にある水分を一生懸命吸収しようとする、ね、周りが全部水ですから、苔とか水がバン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 散ってるところしかないですから、ね、だからわざわざ根で吸収する必要なくて、これは体を固定する働きがありますよ。体を固定する。こういう働きがありますよということですね。で、じゃあ水分ってどうやって吸収しますか。全身、体全身で水分を吸収するということになりますですね。ということです。
ですか。はい、で、絵です。シダ植物の胞子が発芽すると、造成期と造卵期を持つ全葉体になる。こんなのあんまり聞いたことないと思うんですけど、ですね。さすが、私立だなと思いますけど。ちょっと漫画でイメージしてください。こう胞子脳というのがありまして、胞子脳から胞子がビョンってこう飛んでくるわけですね。パンと割れて、胞子が入っている袋。胞子脳から胞子が飛び出します。で、この胞子が地面に落ちますね。地面に落ちると発芽します。発芽と言われてますが、芽が出る。で、その時に全葉体といって、こういうハート型のやつができるんです。これが全葉体。あまり胞子の話ね、学校で聞いたことないと思うんですけど。で、実は全葉体、さっきあった、まあ、造成期と造卵期っていうのはそこまであんま詳しく出ないんですけど、これ、やっぱり受精しないといけないです。発芽するために受精するんですけど、受精するためには水分が必要ですよと言われています。水分が必要です。水分がないと乾燥して死んでしまうらしい。で、その水分の中をですね、を移動していくらしいです。そして受精をして、こっから出ていきます。若いシダってこっから育っていく。こっから若いシダが育っていく。葉っぱのこのハートの付け根ぐらいのところね。はい、造成期造卵期、ちょっと忘れましたけど、多分この辺が造卵期があって、こう造成期があって戻っていくらしいです。で、受精するね。それでここから発芽するということになっています。いいですか。あ、ごめん、全葉体まで書いてなかった。全葉体です。全葉体ですね。胞子なんですけど、あんまりね、種子植物、裸子植物の、ほどあんまりこの胞子の話は聞いたことがないと思いますね。なんと、あいうえ4つが丸で、1個だけが×です。最後のおですね。固形植物では、芽株から、卵細胞がお株の精子のところで移動してる。なわけないじゃないですか。精子が泳いでいくわけですからね。ね。卵細胞が精子のところへ行くってことはないですね。どんだけ肉食かってね、肉食系の。今女の人は強いからね。はい。音がじっと待っちゃうかもしれませんけど。はい、じゃあ3番いきましょう。表の4種類の水溶液 AD は食塩水、蒸留水、塩酸、水酸化ナトリウム水溶液です。ですね。はい、マグネシウムリボンを入れましたというわけで、気体が発生するのがもちろん塩酸ですよね。実験室で気体が発生というところをマーカーで見てください。実験室で気体が発生というところですね。はい、これが塩酸です。塩酸です。いいですか。ですね。はい、もうこれで一発決まりましたね。塩酸だってマグネシウムリボンって金属でしょ。金属を溶かして水素が発生するのが塩酸の特徴ですね。はい、じゃあその次です。実験2を見てください。緑の BTB 溶液を加えました。そしたら何色に変化するか。青色に変換とかマーカーで見てください。緑色の BTB 溶液はもちろん中性ですよね。酸基中味アル青、酸性で黄色、中性で緑、アルカリ性で青。さあ、青色に変化したってことはアルカリ性ってことですよね。この中で唯一アルカリ性なのは水酸化ナトリウムね。はい、A が塩酸、C が水酸化ナトリウムまで分かりました。次、蒸発の上に少し取り水を蒸発させた。もちろん白い結晶が残った、そこマーカーで塗ってください。
食塩水よね、食塩水白い結晶が残りますよね。まあ、申し訳ない、ちょっと汚い話で申し訳ないですけど、男子の皆さんは多分経験があると思うんですけど、めっちゃ夏学生服着たまま暴れ寄ったら白くなりますか。めっちゃもうほんと白くなる。あれ汗かいた、汗の中に塩分が含まれてまして、水が蒸発した後食塩が残ってるんですよ。え、外ですか。まあ、外とかでも出てきます。もう汗びっしょりになったら。黒い帽子とか、要するに黒焼き分かるんですよ。白いシャツやったら、食塩がこう出てきても、白と白で分かりづらいんですけど、女子はそこまで暴れんけんね。男バカやきさ。まあ、俺もようそうやったけど、まあ、サッカーしか知らないときも、汗びっしょりなんですよ。もうそして教室帰ってきたら、眠い眠いね。もう休み時間遊びすぎてね。もう本当もうバカみたいな生活をしてましたけど、はい、だからあんたで授業って眠ったのよう分かりますよね。どんだけ休み時間が充実しちゃったかっていう証拠なんで、いきます。まあ名称で答えなさい。今言いました、A が塩酸、 B が蒸留水、何も残らないね、 C が水酸化ナトリウム、 D が食塩水ということになります。ですか。はい、その次ですね。発生した気体はさっき言いました水素です。化学式で答えなさい。これ気体ですから H2 にしないとダメよ。 H は元素やからね。分子が発生するわけですから、水素分子が発生するんで H2 です。次、 A と C を混ぜ合わせた時に起こる化学反応式、化学変化、つまり食塩と水酸化ナトリウムを混ぜた時の化学変化。はい、どうぞ。もう一回変えてください。塩酸と水酸化ナトリウムでしょ。塩酸と水酸化ナトリウム、もうほんと近畿の理科って優しいんですよ。もう中間期末レベルでしょこれね。数学とか社会とか英語に比べたら理科は簡単簡単。5科目の中で理科が一番簡単。NaOH。だから逆に理科苦手な人がちょっとやばいかなと思います。NaCl プラス H2。どうぞ。ですね。はい、A と C を混ぜ合わせたときに起こる化学変化を何と言いますか。もちろん中和ですよということですね。じゃあ中和というのは言葉で説明しなさいと言われたら、酸性アルカリ性の性質を打ち消し合う反応、一つはね、酸性アルカリ性お互いの性質を打ち消し合う反応を中和反応と言いますよということですね。もう一つ言葉で説明しなさいと言われたら、酸とアルカリから塩と水ができる反応とも言えます。酸にアルカリを加えたら塩と水ができますよ。これ塩と呼ばないということですね。酸とアルカリとから塩と水ができる反応ということです。いいですか。じゃあこれイオン式で、中和反応をイオン式で書きなさいと言われたら、酸の特徴の水素イオンとアルカリの特徴の水酸化物イオンとから水ができる反応ですよということです。水ができる反応ですよですね。はい、ということです。ですね。水液 C にフェノールフタリン水液を加える、つまり水酸化ナトリウムフェノールフタリン水液を加えるとアルカリ性で赤ですよね。有名なのがアンモニアの噴水やね。アンモニアの噴水、赤い噴水、きれいな噴水ができましたね。はい、次4番です。溶解度曲線になりますですね。100g の水に溶ける温度の
温度によって溶ける量が変わっていくわけですね。最大溶ける量を溶解度と言いましたですね。ギリギリ溶かすことができる質量のことを溶解度と言います。それをグラフで表したのが溶解度カプセルでした。さあここはね計算が入るんです。40度の水 200g、 はい、水 200g というところを真っ赤で塗ってください。ですね、40度の水 200g に、塩化ナトリウム 50g 全て溶かした、まあ溶けたんでしょうね、確認しましょうね、全て溶けたかどうか。40度の時塩化ナトリウム見ると大体何 g 溶けます？グラフ大体でいいですよ。35ぐらい、35にしましょうか。40度の時水酸化ナトリウムは水 100g よ。水 100g に対して35溶けるね。だから水200あるってことでしょ。ってことは2倍溶けるでしょ。大丈夫ですか？グラフ見てますか？大丈夫？みんな集中力が切れかかりましたよ。元気ですか？はい。40で、はい。使います。はい。大体35ぐらい。そう、まあある程度人によって読み取り方は違うでしょう。で、水100gの中に35溶けるわけですから。まあ、200やったら70溶けるわけでしょ。だから50溶かしましたって完全に溶けるでしょうということを確認しました。さあこれがまた質量パーセント濃度の計算がわからんとか言ったわけよ。ほんと情けないです。ほんと情けない。どこも難しいかわからん。まずね、 200g の水に 50g の食塩を加えた全体250あるよね。全体250の中に溶けてる量が50なんですよね。それは何パーセントになるんですかって。どこが難しいかわからんとですよ。こんな感じですよ。全体250の中に50溶けました。これって全体の何パーセントみたいな感じですよ。ね。まあこれがね、溶媒の質量プラス溶質の質量分の溶質の質量から200。もうこれが溶媒値を言っただけでもわからん。溶媒って何言ったかな。もう大変ですよ、一個一個ね。溶質って溶けてる物質液溶質っていうわけであって、どこか難しくない。なんかそのままってないですか。再び結晶が出てくる、何ですか、再結晶みたいなもんよね。溶けてる物質やから溶質でしょ。溶けている物質やから溶質なの。どこも疑問を挟む余地がないんですけど、溶質が分かりません。はい、で溶かしてる液体の方を溶媒。溶媒は水とは限らないですよ。アルコールの中に溶かしたりすることもあったりしますから、ね、溶媒はもちろん何種類もあるんですよ。いいですか。はい。まあね、これ正直言いましょうか。頭ね、生まれつきあると。これ例えば生まれつき足速い人おるやん。特別訓練戦でもか、もうある程度しょうがないんだよ。これしょうがない。もうそれはね、ある程度認めなしゃあないですね。ですか。ただ努力でカバーできるから勉強してるわけです。ね。ある程度努力でカバーできるから、まあ、みんな勉強するわけですよね。全く成長がしなかったら、学校とか作る必要ない。生まれつきで全部勝負してくださいから。ね。いいですか。で、自分が理科がどうもあんまり頭に入ってこんと思ったらですよ。それなりに、人の2倍3倍練習すればいいだけの話であってですね。はい。でこれで 20% と、ほんとこれだけです。 200g の水に食塩 50g を全部溶かしました。質量パーセント濃度は 何パーセントですか。
全体 250g になりました。その中で 50g 溶けています。それは全体の何パーセントになるでしょう。溶けます。もう対外しちゃってくださいね。質量パーセントは苦手とこれしかないんです。公式1個しかない。じゃあその次です。その次はちょっとだけ、ちょっとだけ計算があるんですよね。60度の質量パーセントの濃度、 20% の硝酸カリウム 125g があるとですね。で、いいですか。60度のこの水溶液を飽和水液にするために最低あと何グラムの硝酸カリウムを溶かせばいいですかというですね。60度の硝酸カリウム見てください。はい、グラフを見てください。グラフ何グラム溶かすことができるでしょうか。60だよね。そうそう、はい、60度ぶつかって左読んでください。110いいですかね。つまり110まで溶かすことができるんですよ。で今ですね、質量パーセント濃度 20% の硝酸カリウムが 125g あると書いてあるので 125g に 20% をかけてください。 125g の 20% は何グラムですか。何グラムですかこれ。25よね。つまりこれどういうことかというとですね、全体 125g なんですね。これがこういうふうに分かれてます。ここ全体水溶液、水が100なんです。なぜならば溶けてる硝酸カリウムは25って分かったから。全体125の中で 25g が硝酸カリウムだって今計算したら、計算した結果は分かったね。ということはここは全体の125から25引いて水は100ですよってことですね。これやからラッキーなんですよ。水100やから今だってさっきの溶解度って水 100g に溶ける質量でしょ。グラフをこう読んでもらったでしょ。60度と110ですよって読み取ったでしょ。これはここに小さく書いちゃうけど水 100g の中に溶ける量って書いてある。どんだけね、どんだけ計算しやすくしてくるでしょうか。これが水 50g とかなるのが私立の特徴なんですよ。だから理科に関しては近畿は全然私立よ。水100にしてくれちゃうき110まで溶かすことができるのに今25しか溶けてないのであと何グラム溶かすことができますか。ただ単純に引き算する。それは水の量が100だからです。もしこれが50しかなかったらよ、ただ110を半分にされたんですよ。100の中に110溶けるんでしょ。だから50やったら半分しか溶けるんでしょ。ただ今回水が同じ100だから何にも計算いらない、ただ引き算だけでいいとね。ただし水の量が違かったら、計算変えないといけないので気をつけてくださいということになります。いいですか。大丈夫ですか。はい、で引いたら 85g ということでした。次、一度溶かした物質を結晶として取り出すことを何と言いますか。再結晶ですね。恐怖のピロリンが来ましたね。ピロリン。はい、まあちょうどちょっとこの辺で休憩取ろうと思ってたので、あと1時台の最後の4番の2まで行きましょうね。石下結晶何グラムですか。最も近い数値を一つ選びなさいということですね。はい、60度の硝酸カリウムですよ。飽和水液420。ほんと計算しやすいようにしてくれてますからね。
はい、20度に冷却するんですね。はい、20度に冷却すると、いきますよ。まずですね、60度の飽和水溶液 420g の中に硝酸カリウムが何グラム溶けちゃうかって話をしますね。もう一回、はい、60度は 100g 中に 110 溶けてるわけ。 100g の水の中に 110 溶けてる。つまり飽和水溶液は 210g ね、いいですか。飽和水液 210g の中に110溶けてます。これ水溶液、水と硝酸カリウムを合わせた水溶液、210の中に110硝酸カリウムが溶けてます。じゃあ 420g の中に何 g 溶けてますかって話、計算しやすく作っちゃうでしょ。急げって言ったんですね。はい、まあ、こうですね。210x が、で、ここ俺よくやるのがさ、みんな、計算線中との覚えちゃう？これただこういう形にして、ね、これが学校の先生があまり教えない裏技ですよっていうことですよ。はい、これこう薬分できるね。薬分できるね。はい、x は220。つまり今こんな感じなんです。この420の飽和水溶液の中に分析したら水 200g なんです。で、硝酸カリウムが220溶けてるわけ。その中で分かりますか。水が200だということを確認してください。水100じゃないんです。さあ、それをですね、20度に冷やすらしいんですよ。20度に冷やしました。はい、左見てください。20度の時左見たら30ですか。でもこれ水 100g の中ですよ。水 100g の中で30溶けてるんですよ。水200でしょ。ということは何 g 溶けますか。あなたたち信じろ。ほんの2分。もう一回いくよ。元気ですか？いいですか？はい、いきますよ。水100の中に30溶けてるんですよね。水200です。何も溶けてるでしょ。60ね。パッと言ってそうだよ、パッと。いいですか？はい、ね。はい。で、60で220溶けてるんですけど、20度で冷やしたら60しか溶けませんってことね。はい、何グラム積出しますかね。はい、160g、まあそれに近いところでしょう。近いところ以下正解ということになります。じゃあ今日は理科を全部29年までバッチリやってですね、で近畿の特徴をね、考えたいと思いますね。またちょっとサスケ君が理科の分析をしてくると思いますので、何ですか？あんた理科の分析を先せないかんじゃない？